正式な名称は、琵琶湖モーターボート競走場である。施行者は、滋賀県庁。現在、全24馬の中で唯一、施行者が都道府県である。競走水面が琵琶湖にあり、スタンドからは、近江富士や琵琶湖大橋、平山渓、近江大橋、浜、大津等と琵琶湖のほとんどを眺めることができる。モーターは現在番号制となっているが、以前は各モーターに滋賀県及び京都市近郊の地名が付けられていた。キャッチフレーズは推理とスリル。また、京都府八幡市に競艇場外発売場、ボートピア京都八幡を開設している。琵琶湖競艇場が開場したのは1952年。全国で2番目に公認コースとしてレースが開催された競艇場である。琵琶湖国際モーターボート選手審判員養成所が全国で初めて競艇選手養成機関が設置され、後に連合会の公認養成所となる。マスコットキャラクターは琵琶湖大ナマズのビナちゃんで、黒いナマズ然としたイラストの初代、紫色の2代目を経て、2013年12月4日に3代目のゆるキャラデザインにリニューアルされた。2012年からは、東京競艇場と藤井組と琵琶湖放送との共同で、ファミリー層を含む新たな新規ファン獲得を目指し、ロボットヒーロー、ロボートレーサー V を誕生させている。売上額の推移は最も落ち込んでいた年は181億円だった2005年度であり、反対に最も好調だったのは1990年の518億円。1990年からは、レジャーの多様化やファンの高齢化によって売上が減少していたが、ボートレース界でスマートフォンを用いたインターネット投票が導入されて、以降は業界全体で売上が右肩上がりとなり、2018年度は売上が382億円となるほか2019年現在では、滋賀県の一般会計への繰入れ額が4億円となり、県の財政に貢献する公営競技としての側面を取り戻しつつある。予想専門誌として、競艇ニュース、競艇、ダービーが発売されている。関西スポーツ5紙にも予想は掲載されているが、議員以上のレース及び各社主催のタイトル戦を除くと、住之江競艇場、尼崎競艇場に比べて割かれている紙面のスペースは著しく小さい。また、販売権が滋賀県東部に及んでいる中日スポーツにも琵琶湖競艇の予想が掲載されている。以前より大津琵琶湖競輪場で GI 高松宮記念杯競輪が同時期に開催されていたことから、SG 笹川賞競走の場外発売を行っていなかった。しかし、2009年は高松宮記念杯競輪が6月中旬に移動したことから発売した。周年記念として、琵琶湖大賞が行われている。また例年4月頃に、秩父宮妃記念杯を開催。企業杯として、キリンカップが行われている。新 A リーグ戦の名称は、琵琶湖新人王決定戦。女子リーグ戦の名称は、琵琶湖プリンセスカーニバル。正月には、新春滋賀県知事杯争奪戦競争。ゴールデンウィークには、マスコットキャラクターでもあるビナちゃんにちなんで、ビナちゃんカップ。お盆には、琵琶湖カップが行われる。さらに2008年からは、プロバスケットボールの地元球団、滋賀レイクスターズにちなんで、滋賀レイクスターズカップが開催されると同時に、琵琶湖競艇場側も、滋賀レイクスターズのオフィシャルスポンサーにもなった。競走水面は湖で、水質は淡水である。海抜85メートルと他の競艇場に比べて、高い位置にあるため気圧が低く、特にモーターの出足が落ちる傾向にある。また春先などは、雪解け水の流入による水上昇やスタンドとは逆の沖の方向からの風、観光船ミシガンから生じる波によって乗りづらくなることから、ターンで流れやすくなり打ちを刺されるケースが多い。出力低減モーター導入前は、1コースの勝率の低さから、全国屈指のイン柔軟水面とされていた。その一方で、天候コンディションが良い時は、スピード水面でもあり、2012年1月26日には、地元の馬場孝成が3周1800メートルでの日本最速レコードとなる1分42秒2を記録した。出力低減モーター導入後はシード番組編成の増加などもあり 40% 後半で推移しているが全国的に見ればやはりインは弱い傾向にある。だが近年では第1ターンマーク移設等もあり以前に比べればインの勝率は若干向上している。湖や河川敷、海水などにある競艇場では満潮、干潮の時間がレースの展開を左右することから、満潮、干潮の時間を掲載しているが、琵琶湖沿いにある東京艇場では、その表記がされていない。琵琶湖でも、理論上は潮汐現象が現れるが、観測できるほどの水面変化ではない。2020年10月26日開催より、第1ターンマークの位置が沖合に3メートル移動され、陸側からの距離が47メートルとなった。ありがとうございます。